はい、たけし農場です。すしまさ来てます。うまい、よかった。うちのばあちゃんね、昨日うどん食べたいっていきなり言い出してね、うどん作ったのはいいんですけど、今朝ね温めたんですが、火止めるの忘れてね、うどんを炭にしました。で、またやっぱり執着あるんですね。 お昼うどん食べに来てって言うから、うどん屋は行けねえって言って、今ね、すしまさに来てます、いつものように。で、やっぱり座敷がないと、あ、すみません。いいえ、今味噌汁を作ります。おばちゃんね、はい、これみんな食いたら大したもんだな。うん、頑張って食べな。で、ご飯は少なめにしてもらったから、ご飯は少なめにしてもらった、俺もご飯は少なめにしてもらった、辛いのは、辛いのここにあった、目の前にあんまり使って見えなかった、使って見えなかった、でね、昨日うどんが食べたいって言うんで、うどん買ってきて。あ、すごい。はい、すいません。はい。はい。うどんにしたんですけどね、昨日の残りをね、食べようとして、朝温めたんですが、温めてんのを忘れてね、炭になるまで温めて。だから母ちゃんにあんまり温めると うどん柔らかくなって食べにくいぞって言ったの。俺は柔らかいのが好きなんだって。あ、そうですか、もうしょうがないもんね。で、しばらく目離した隙に、なんかね、キッチン焦げ臭いんだよね。でも本人気がついた らしくてね、火は止めたんですけど、鍋はしっかりね、はい、焦げました。で、今ね、まあ簡単にお焦げを落としてね、今中に水入れてるんですけど、どの程度まで戻るか分かんないんですけどね。で、そんなこんなで結局朝は、うどん食べられなくて、お昼になったらうどん食べに行きたいって言うから、あんたはうどん食べには連れて行けないから、うどん屋さん行って その辺で寝られちゃって困っちゃうんで。もう全然子供行かないからね、マナーは。もううどん屋さん連れて行ったら迷惑かけちゃうんで、もううどん屋はダメ、できん。まあ姉が一緒にいる時はうどん屋行くけど、私一人の時はもう連れて行けませんっていうことで。でも本人何回言っても分かんねえんだよな、うどん屋連れてけ、無理ですっていうことでね、まあいつものようにすしまさを連れてきてね、今からランチになります。まあでもね、本人、まあ食欲あるし、まあ何もできなくなったって言っても、まあこの年でね、いろいろできる方がおかしいんでしょうがないんですけど、まあ自分のことはね、しっかりやれますんでね。ただもう、前回の動画でも言いましたように、洗濯のね、つけ置きはちょっとやめてほしいんだよね。ばあちゃん危ないぞって言うんだけど、ほら大丈夫だってね。もうそれ以上はね、しょうがないしね。子供じゃないんで、はたいて無理やり言うこと聞かせるわけにもいかないんで。自分でさばきました。はいはい、そうなると漁師がかわいそうですよね、燃料を使ってね。その当時はね、結構取れたんだよね。あのね、マグロが取れなくてカツオがね、いっぱい取れた。温暖化で海面が変わっちゃった。最悪ね、あの洗濯物を取りながら。だからご飯はいいから、
上先食べな、うん、ご飯食べちゃって上食べられなくなっちゃうから。まあ、一年前帰りのさ、帰すために帰ってきゃいます。今、アワビはどのぐらいしてる？アワビは使わないから、あの、知れたことないんで正直わかんない。最悪、まあ、お風呂場の中でね、前のめりに落っこっちゃってもしょうがないかなと思うんだよね。まあ、そういう時はもう救急車呼ぶとね、実験扱いされちゃうんで、まあ、山崎で、ね、確認してもらうしかないかなと思ってるんですけどね。マグロとカツオだけあればなんとか昔は貝は出るんですか。ラストはね、やっぱハマスマスっていうか海の人たちは貝なんかあるって言いますけど、私はカツオがあれ、毎日カツオでいいな。まずまずやっぱり尊敬しています。カツオ以外とね、すごい切り目だ。うん、大きいね。せがれがまだ若い頃、彼女を連れて、で調子でカツオ買ってこうって言って、さばいてさ、ちょっと、あんたのお父さんさばけるから。皮は剥がるな。あの、難しいんです。ばあちゃん、あのテーブルが遠いんだったらもうちょっとそっち出すよ。あ、大丈夫だよ。大丈夫？待って、食いすぎたから。ホテル帰って横になって。少し横になって。また夜9時つもりで。ありがとうございます。
辛いの手伝いだって、辛いから。じゃあ、動画の方はね、ちょっと一回止めまーす。1週間に3回も出たら。ばあちゃん、自分の用って何があんの？何用だって。草むしり。草むしり、頑張ってやっとこれ。今日、除草剤かけたけど。庭はあれ、除草剤かかってっからね。クラブ来たか、もう。うんうん、ああいうとこはやってない。あそこ、随分。今もすと楽だなと思っていった。うん。なんだね、3つ目にできたくね。もう一気に伸びちゃうよ。うん。だからもう、庭は除草剤かかってっから、あとほら、自分の花壇の除草剤。暑くやかけにでくろ。うん、除草剤かけられないとこをむしってもらえると。はい、ちらし寿司がね、もうほとんど1人前食べました。で、最後にね、茶碗蒸しと味噌汁がね、手の前に味噌汁があるんですけど、それが残ってます。夏は2回食べてって、うん、なんだから起きて嫌いだから大したみたいな。あ、うん、そう、あの階段登ったり降りたりできんだから。ダメだ、こっちにしちゃう。降りてきて、うん、おかせたたってかなんだか、うん、おかせさえにね、行かなくちゃ朝半食いにから、うん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 、だからしっきりにしちゃったんだ。うんうんうん、で、立たせてやったら、うん、立てないんでしょ。一回立てたんだ。うん、だからまたしっきりにしたら、あ、いくら何か起こしても、うん、立てねんで、うん、電話かけたんだって。うん、だから1週間ぐらいとちょいちょい行ってたんだって。うん、だって電話かけたって、どっか病院行く探さなくちゃ、うん、行けないよ。まだ行けないからね。そう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 。で、どっちを行ったんだった、うん、だから救急車で運ぶって言っても大変なんだよ。それから1週間でなくなった、うん、まあそれでシャーメン。はい、そういうことでね、もうお寿司の方はほとんど1人前食べました。上野の、お山行ったんだった、うん、うん、まあ、で、3日ぐらい普通の、うん、手当てを受けてて、うんうん、だからこれはどうするだって言われたんで、うん、ちょうど1週間でなくなってきた、うんうん、でさ、もう戻りってもうやってくれんだって、うんうん、本人にして帰ってきたんだって、うん、だから一回具合が悪くなった時に、もうかな、うん、本当の心理の人だけ、まあ、危なくもらって、うん、まあだんだん付き合いだんで、うん、うちに通じたったって正面で、うん、焼き畑焼いて焼いたの持ってきたって言うんだから、だとしたお湯、あの、うん、お葬式みたいなことをやったんだ。うん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 。で、なんだかめっちゃの話ね。今5月だんべ。うん。5月に軍事的だから、その骨を納めてくるのね。うん。あの、呼びたいからって言ったんだよね。うん。ほら、じゃあだよ。うん。だから今何でもねえ言うやな、今は簡単にやっちゃうんだな、うん、だからあんまり人を集めねえで、うん、ばあちゃん、まだおつゆが残ってるよ、おつゆ、おつゆ、うちにじゃなかなか食えねえから、食えねえから、しっかり食べてきな。はい、まあ、そういうことでね、
まあ、お寿司はシャリをねちょっと残しましたが、ほぼほぼ1人前食べましたのでね。でご飯は少なめにねしてもらって、半分ぐらい食べたかなっていうことで、まあね、だから1人前食べたからまあすごいよね。その他茶碗蒸しと、おしんこと、味噌汁がつきますんでね、まあ、それも ほぼほぼ1人前、ですからね、まあ、しばらく大丈夫だろうはい、そういうことでね、ばあちゃんと急遽ね、寿司マサで、ランチ食べました。なかなかね、うどん屋さん連れてってほしいって言うんですけど、座敷がないのとね、とにかく食べるのが遅いんで、1時間もね、座敷に座っちゃったんじゃね、まあ、あんまり お店の人にはね、いい顔されないんでね、はい、まあ、姉と一緒の時は連れてきますけど、まあ、自分一人の時は、こっちのお寿司屋さんの方に連れてくるようにしてます。はい、そういうことで、見とる母とのランチ、これで終了になります。お付き合いありがとうございました。